インベスターズ TV オールジャパンサーフィン NSA ウェブの時間が始まりました。進行をさせていただく日本サーフィン連盟事務局の岡崎です。どうぞよろしくお願いいたします。また本日のゲストに日本サーフィン連盟ジャッジ委員会、そして世界ジュニア選手権大会日本代表のサブコーチで同行していただきました岡島さんにお越しいただきました。どうもこんにちは、岡島です。よろしくお願いします。今日また前回に引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お越しいただいて、はい、はい、早速ですが世界ジュニア選手権大会どうでしたか。日本代表として目標を達成したと思われるんですが。そうですね、はい、まず前回世界選手権行く前にこのインベスター TV に出場さ出演させていただいて、そこで目標とかも言ったその目標は国別で8位以内で、一人でも表彰台に乗せるっていうことが見事できたと思います。はい、なんといってももう皆さんやっぱり日本のサーファーとして誇りに持っていただきたいのが国別で5位、はい、1位がハワイ、2位がオーストラリア、で3番がブラジル、4番がアメリカ、このサーフィン大国4カ国に続いてなんと第5位を取ったのが今回のチームジャパンです。はい、はい、歴史的快挙。そうですね、はい、もう本当に歴史的快挙だし、やっぱりこういう大会ってお祭りになってしまうこともあるんですけど、やっぱりこの日本代表が5位取ったっていうことはこれから日本が世界に向けていく第一歩だと思いますので、すごくこの事実、この歴史っていうのを忘れないでこれから進んでいきたいと思います。そしたら実際にサブコーチで同行していただいた岡島さんに、はい、選手12名の結果の方をご報告を。そうですね、はい、指導していただければ。選手12名、はい、皆さん12名全員頑張ってくれました、はい、まずはアンダー18ガールズから、田代渚選手ですね、横浜支部、31位、そして、岡本愛菜選手、千葉東支部が43位、そして黒川日菜子選手、大阪支部、彼女が、19位、そして、野呂麗華選手、徳島支部、彼女が16位、さあ彼女のその16位というのも、日本のこのガールズでは、最高位の順位を取りました。素晴らしいですね。はい、そして、アンダー18クラス、まずは、小林直美選手、湘南藤沢支部から17位、そして山中海輝選手、奈良支部から同じく17位、そして笹子夏樹選手、湘南支部から41位、そしておととしの、世界ジュニアではアンダー16で見事4位になった新井宏斗君が今回は、表彰台には乗らなかったですが見事6位という成績を取りました。そしてアンダー16ボーイズ、まずは村上俊選手、湘南西支部から49位、そして野呂海里選手、徳島支部から81位、安井拓実選手、埼玉南支部から29位、そしてなんと日本で今回一番のいい成績を取りました中村拓実選手、三重支部からのエントリーで第2位という銀メダルを取りました。素晴らしいですね。そうですね、日本代表が日本の表彰台に上ったということですよね。はい、今までのジュニアとか世界戦の成績ですとやっぱり第4位っていうのが最高位だったんですけど、なんと中村拓実君はね素晴らしいサーフィンで、この後いろんな画像も出てきますが、素晴らしいサーフィンで見事、グランドファイナルに進んで、そして、準優勝銀メダルを取りました。日本の快挙ですね。はい、彼の成績ももちろん、そして新井宏斗君の第6位の成績ももちろん、選手一人一人が頑張った結果が今回の国別第5位になったと思います。実際に、はい、行かれてですね、はい、移動時間だったりとか、はい、実際にパナマの環境はどういう環境ですか。そうですね、前回の登場した時もお話してもらったんですけど、僕もパナマこれ生まれて初めて行ったんですけど、はい、皆さんもあんまり行かれたことはないと思うんですが、想像以上に遠かったし、想像以上にやっぱり現地での環境を整える、我々この四季がある日本の環境で育った人間がそこでこの短い期間ですが過ごすっていうのはすごく大変なことでした。赤道直下近いですね、はい、でまず移動距離なんですけど、成田から、14時間かけてアトランタに進み、でアトランタから、まあ、トランジットの時間もあるんですけど、今度パナマシティまで4時間、そして何といってもね、一番このパナマシティに着いたのが現地時間で、大体8時ぐらい、はい、それから今度車で
レンタカーを使って車で日本みたいにこう整ったあの道路じゃなくて割と結構ガタガタしてるまだ整ってない道路が多い中を6時間以上かけて6時間はいで着いたのがまあ明け方明ける日が明ける寸前ですね日が明ける寸前でそうですね選手の環境の方はどうでしたか選手もねやっぱりこの移動時間がすごい長いってことでかなりあの疲れた我々もちょっと運転も結構大変だったんですけど疲れてる中でやっぱりこの1日着いてからまずは半日昼までゆっくり休んでそれから現地に行って調整をして何といっても1日去年今までの世界戦よりも1日予備日を作ったってことがかなり大きいっていうことで次の日翌日は練習日として1日フリーでサーフィンしたりとか環境を整えることができました実際の会場で練習をすることができた、はい、ということですか。そうですね、そのこともあるんですけどやっぱりごめんなさいちょっとまた話が戻っちゃうんですけどかなりこのパナマっていうところが天候には恵まれてずっと暑くて過ごしやすいっていうかいいに日程が続いたんですが蒸し暑くて本当に、ね、熱中症に なりやすく僕も正直着いた日2日目までは本当熱中症にもうほとんどなってましたねやっぱ選手の中でももうほとんど熱中症になりかけてる選手もいた中でやっぱりこの1日 のオフ日練習を兼ねたオフ日があったことで大会試合前に選手がその体調を整えることができたと思いますコンディションを整えることができたんですね、はいはい、実際のホテルとか食事の方はいかがだったんですか、はい、そうですねこのホテルもですね前回の世界戦で同じ会場であるこのパナマのプライアベナオで世界戦が行われそこに行かれた今回のマネージャーであるイモとそしてアシスタントの、滝沢も話した中で同じホテルにしようということでちょっとね会場からは30分ぐらい車で移動するところなんですけどそこはすごく2年連続使ったってこともあるんですがかなり日本チームにひいきしてくれるホテルで食事もねすごく美味しかったんですよあ、良かったですよね、はい、そうですね食事とあと睡眠がちゃんと取れるところっていうのがまず大事ですよね、はいはい、もう部屋もねチーム年齢ごとに分けたこともできたのとやっぱり周りのいろんな選手が泊まってるよりもそこのホテルは日本チームだけでほとんど泊まったんでやっぱチームジャパンの宿みたいな感じでできたのとすごく料理もねご飯とおかずっていう形で毎夜夕食が出るんですがちょっと僕定かじゃないんですけどシェフがちょっとフランス人だったらしくてすごくご飯とかおかずも美味しくて選手も毎日美味しい美味しいっつって残さず食べてましたねじゃあすごく暑かったりとか整うのが難しい中でいい環境下に整うこう持っていくことができたということですね、はい、あとはね我々でも注意して必要以上に選手にはしつこくもう水を取れっていうことで、はい、水分補給はもうしつこいほど良いと言わせていただきましたじゃあここでですね、はい、実際にですね同行していただいた岡島さんも、はいそうですね、サブコーチとして同行していただきましたまたマネージャーコーチアシスタントあとジャッジですね、はい、方からですね実際に世界ジュニア選手権大会のコメントをいただいておりますので、はい、そちらの方も一緒にご覧になっていただければと思いますので、はい、どうぞお願いしますメジャー今回のワールドジュニアお疲れ様でしたお疲れ様でした大会を振り返って感想をお願いしますはい、まずは今回すごいいいチームワークでしたでファイナルも1人いけたし初の5位入賞で2番というのも初だしすごい良かったですこれはでもみんなで掴んだものだし役員も選手も最高でしたただ企画委員会としてまだまだ先ありますやることいっぱいありますもっともっと強くするように頑張りたいと思いますお疲れ様でしたお疲れ様でしたありがとうございましたヘッドコーチ今回のワールドジュニアお疲れ様でしたお疲れ様でした今回の大会を振り返ってどうでしょうか、まず当初の目標である8位以内総合8位以内誰か1人表彰台ということだったんですがそれが達成できて非常に満足しています、選手たち遠い道のりを使ってきたんですが練習もしっかりして、多分自分自身の目標以上の成績を得られたんじゃないかと思っています非常に満足しています。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。岡島コーチ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回初めての世界戦だったと思うんですけども、はいかがでしたでしょうか。はい、選手12人すごく頑張ったと思います。
その結果、団体でも、ハワイ、ブラジル、オーストラリア、アメリカにつないで第5位という素晴らしい結果になりました。これはチームジャパンとして胸を張って日本に帰れる結果だと思います。そして、今回僕も初めてコーチとして参加しましたが、選んでいただいた日本サーフィン連盟、酒井理事長をはじめ、ありがとうございます。そしてこの素晴らしいメンバー、12人の、子どもたちと、スタッフ3名と、このパナマに来れて僕的にもすごくいい経験になりました。今後の日本のサーフィン界のために生かしたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。ジャパンのアシスタント滝沢さん、今回お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした今回の大会は。今回、5回目の世界戦になるんですけども、毎回ちょっと悔しい思いをしてたので、今回中村匠海君が初めての銀メダルということで、ものすごく感動しました。で、他の選手ももうみんな頑張ってたので、もう本当に感動しっぱなしでした。また、次回1回かありましたら選手のために頑張ってください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回の世界ジュニアどうでしたでしょうか。日本人の活躍が特に目立ったんじゃないかなと思って感激してます。お疲れ様でした。ありがとうございます。あと何か日本にとって必要なところは。今一番大事なのはクライテリアの中でコミットメント&ディグリーオブディスカリティって言われているので、まあ、どんだけ掘れてるところで使ったターンができるか、そこが一番問題なので、でも、まあ、日本の若い子もよく理解してやれてると思います。まあ、これからもそこを目指してやりたいと思います。ありがとうございます。はい、ご覧になっていただきました。そうですね、ちょっとね現地で撮ったんで音声が聞きづらい場所もあったんですけど、やっぱりみんなスタッフ4人とも思ってることは、やっぱチームが一丸となってできたってこと、これはやっぱり事前のミーティングとか決断式がかなり影響が出たと思います。そして、まあ、やっぱこのチーム作りを作るのにやっぱり一番キーになったのが選手と我々スタッフの間だと思って、まあ、キャプテン山田海君がすごく頑張ってくれたと思います。そしたら実際にですね、中村匠海選手、表彰台に上がった中村匠海選手と今おっしゃっていただいたキャプテンの山中海輝選手ですね、はい、コメントいただいてますので、そちらの方もご覧になっていただければ。はい、お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。見事銀メダル獲得しましたけれども、今回の世界ジュニアどうでしたか。そうですね、今回の世界ジュニアは去年からずっと目標にしてて、この世界ジュニアのためにずっと練習してきたので、まあ2番でしたけど、自分的にはまあ満足はしています。まあ優勝はしたかったんですけど、とりあえずまあ、僕が通過点だと思って、これからまた世界に出て活躍したいです。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。 ISA ワールドジュニアチャンピオンシップ2012チームジャパンキャプテンの山中海輝です。今回の試合会場パナマの気候は日本の真夏並みで熱中症になる選手もいました。会場までの移動距離は車で約1時間、波の状況は小さい時で胸、大きい時でダブルくらいありました。潮の加減でヒートごとに変わるコンディションに選手全員が苦戦していました。その中でチームジャパンは31カ国中5位という歴史的快挙の好成績を収めることができました。今回の世界ジュニアメンバーは年齢関係なくみんな仲が良く、 NSA の大会で常々顔を合わせているので、あまり緊張せず楽しく試合に挑むことができました。僕がキャプテンとして気をつけたことは、選手一人一人の体調把握と意見などを聞いて的確にコーチに伝えることでした。今回同行してくださった吉永さん、岡島さん、井本さん、滝沢さんは常に選手たちのことを考えてくれていて、僕たちをストレスなくヒートに送り出してくれました。吉永さん、岡島さん、井本さん、滝沢さんのサポートがなければ国順位5位は果たせなかったと思うし、
この順位は選手12名と同行してくださったスタッフ全員で掴んだ成績だと思っています。最後になりましたが、日本とのマイナス14時間の時差がありながら、ライブ観戦応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。はい、はい、どうも柳中くん、ちょっと陣取っちゃいましたね僕。そうですね、今日映像頼んだんですけど、この映像見たら僕も今初めてなんで、はい、いやちょっと陣取っちゃいましたね。やった甲斐が、やっぱり僕らもやった甲斐があったなっていうのもあるし、やっぱりすごく彼も本当に選手間の意見をまとめて、自分も選手でありながら、すごくみんな若い子から女の子いる11人の選手の意見をまとめて、我々というのもそのちょうどパイプ役をやってくれて、すごく我々スタッフと選手との僕が現場で思った時でも、すごくそのなんていうか壁がなかったが、やっぱりそれがやっぱり団結力に生まれたと思います。キャプテンとしてすごく務めていただいた。そうですね、はい。でも試合の方もね、すごくいい成績を残していただいて、個人成績でも17位、アンダー18クラスで17位っていう好成績も出してくれて、その中で本当にね、自分もそういう選手に集中しなきゃいけない中でも、チームジャパンのことを考えてくれて、やっていただいた、すごく感謝してます。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、そしたらです、ね、続きまして、ISA のですね、動画の方でですね、デイセブンにですね、のハイライトにですね、日本代表選手がたくさん映ってますので、はい、そちらの映像もぜひご覧ください。はい、7 of the Dakar NSA World Junior Surfing Championship presented by Villa. One amazing event, very few people, started over 300, there's just around 20 surfers left in the competition. Tomorrow, after the competition, the incredible medal ceremony, the International Olympic Committee Trophy President will be awarded to the team world champion. See you then. Bye.中村選手が銀メダルですね、はいはい、輝いた、はい、シーンもありました。はい、J7 いいですね、はい、日本の選手のライディングも出てますし、はい、やっぱり日の丸かっこいいですね、はい、結構日の丸も映ってて、映像中、いろんな、ね、応援してる日の丸も映ってますし、はい、まあ、僕はね、一生懸命旗振って選手盛り上げてやってましたが、はい、やっぱり、この、ね、中でも分かるんですけど、このエア系の技が今回ジュニアでも目立った中で、なんと中村拓海くんはね、デイ1、デイ2、戦っていく中で、マニューバーのみでエクセント出したっていうのは、今回アンダー16では中村拓海選手だけなんですよ。
実際に中村選手が、あの海から上がってきて、はい、その銀メダルに輝いた、はい、彼の上がってきた瞬間どのような感じでしたか。まあ、本人の中では、ね、いろいろ複雑な、優勝したかったとか悔しい気持ちもあった中ですが、すごい顔してましたね。アスリートとしての達成感、もう本当に精一杯自分の目標に向かって戦った、はい、で彼は今後、どういう方向に進んでいくかは楽しみですが、今後彼のサーフィンとか彼の姿勢、サーフィンに対する姿勢っていうのはすごく楽しみだと思います、はい、皆さん注目してあげてください。はいはいはい、実際にですね、日本の順位が最高位の5位、はい、そして中村選手の銀メダルの勝因はどこにあったと思いますか。やっぱりこの国別順位のやっぱり歴史的快挙となる5位っていうのはチームの団結力だと思います。その団結力もそうなんですけど、やっぱり一人一人が自分のなすべきことができたと思います。やっぱり決算式でも話しあったマネージャーのコメントも、前回の放送でもあったように、吉永ヘッドコーチからも 0.1 ポイントの必要性と諦めない気持ちっていうのがこの結果に生まれました。一つの目標にみんなで向かっていった。そうですね、はい、で特に結局中村拓海君もその諦めなかった強さが他の選手よりも強く、粘り強い気持ちとやっぱり自分の経験をすごく生かせて 0.1 ポイントでも相手より勝ち取る気持ちが強かった結果がこの銀メダルを取れたと思います、はいはい、選手12名の集中力はいかがでしたか。はい、そうですね、全体的に集中力はみんなありました、はい、特にラウンド1皆さんいい成績で勝ち上がってリパに回った選手もいるんですが、全体的には全員が集中力があったと思います。でまたリパに回った選手でちょっとでもその集中力が欠けた選手っていうのがそこで敗れていったと思いますし、やっぱり結局最後までその諦めない気持ちを持っていた、集中力をずっと持っていた新井宏斗君、中村拓海君っていうのが結局やっぱり入賞一桁台の成績を出たと思います。メンタルがとても大事だ。そうですね、やっぱりすごく海外でも経験、試合とかも経験もありますし、メンタル面もすごい鍛えてきたと思います。これからですが、はい、日本が1位、はいはい、そして日本が金メダルを取るには何が必要だと思いますか。まあ一言で言うとたくさん課題はあります。まず技術面も磨かなきゃいけない、あとはそのチームとしての体制も磨かなきゃいけない、そしてやっぱりそのこれちょっとね、つい今日たまたま日本ではもう有名な日本人で最も WT に近い選手である大野正俊選手とちょっと電話で話すことがあって、この気持ちを聞いてみたんですけど、やっぱり、一言で言って何ですかって来た時に行くか行かないか、それはどういうことですか。行くか行かないかっていうのは自分の気持ちをしっかり持ってその目標である日本一、例えば世界一、金メダルを取るっていうところの概念、自分の中にある目標をしっかり持つっていう、諦めない、上っ面じゃなくてちゃんと目標に向かっていくっていう決意を持つことが大事だと言ってました。一寸たりともブレてはならない。そうです、ブレないで大和魂でしっかり行くっていうことが大事なことだと思います。大事なことですね、はい、またやっぱりね、その金メダルに届くまでにはやっぱりその技術面もあるんですけど、今回の中でもすごくアンダー16、18、ガールズでもサーフィンの技術面はだいぶ近づいたと思います。あとはやっぱり気持ちの問題、こういう大野さんからもコメントもらってるように、やっぱりその気持ちをしっかり持って、あとメンタル面を強く持って諦めない気持ちと、常日頃から 0.1 ポイントでも人より多く取るっていう強さを持っていけば近いと思いますし、あとはやっぱり我々連盟としてもそのナショナルチームっていうのをしっかり取り組んでいっていければ、強いチームができると思います。日本の目指すべきところが、道がこうどんどんできている感じですね。そうですね、はい、やっぱりこの5位までに入るっていうのも、はい、かなりあと2年後とかに目標設定はしたんですけど、かなりここ時点で第5位に入ったことによって、はい、うちもかなり日本としても1位を取るための、国別1位を取るための目標が近づいたと思いますし、やっぱり課題もいっぱいあります。今回のその5位になったということで、前回の放送でもおっしゃっていただいた、はい、いただきましたが、はい、トップ各国が参加するチャイナカップというのに参加できる。そうです、来年の1月に開催されるトップ8カ国、8カ国が出れるチャイナカップに日本はチームジャパンとして出れます、はい、ここでやっぱり第5位として日本はこのチャイナカップに呼ばれたことがありますので、決して8位で帰ってこないような
成績で体制も整えなきゃいけないと思います。はい、そうですね、日本代表選手がこれからどんどん活躍していただく中でですね、はい、実際に今回 の、 その世界ジュニア選手権大会にですね、はい、参加された日本代表選手が今週に行われる中別選手権大会ですね、はい、NSA の主催大会の方にもご参加されるということで、はいはいはい、そちらの方も実際にですね宮崎の会場に行っていただいてですね、はい、代表選手のライディングが見れるので、そうですね、6名の選手がこの世界戦の中で6名の選手が出れると思うんですが、はい、この級別選手権も年齢とは別で級のレベル1級2級クラスと3級4級とランキングによって分かれたクラスなんで、はい、すごいこの6人の出る選手も一皮向けてまたこの大会に臨むと思いますので、はい、ちょっと宮崎っていうね遠い場所ではありますが、この世界レベルを味わった選手が出るということで、はい、ぜひ来ていただければと思います。そうですね、ぜひとも、はい、で一応この大会会場でですね、はい、こちらの、T シャツ、はい、またこちらの帽子などもですね、はい、日本代表選手強化グッズとして販売をします、はい、で実際にこちらが日本代表強化の費用だったりとかに、当てられますので、はい、そちらの方もぜひご購入の方していただければと思います。そうですね、これからのナショナルチームの、はい、資金にもなりますので。そうですね、で続いてですね、世界マスターが7月の14から7月の22日にニカラグアの方で行われます。そちらもですね、はい、代表選手は決まりまして、はい、ホームページの方でご覧になれますので、はい、そちらの方もですねぜひ日本代表選手を応援しようということで、みんなで一丸となって応援していただければと、はいはい、ぜひともねこのメンバーの中にも97年だと思いますフランス大会で第4位になっている渡辺裕樹選手も今回出ますので、はい、このマスタークラスもジュニアに負けず期待できる試合だと思います。はい、乞うご期待ですね、はいはい、最後に一言何かございますか。そうですね、やっぱりこの今回の第5位っていうのはこれがスタートだと思って、やっぱりこれから日本がもっと、日本のサーフィンがレベルアップしていくためのスタートラインだと思ってます。僕も、これからも強い選手、強い日本ができるようにできる限りの協力をしていきたいと思いますので、頑張りたいと思います。はい、そしたら日本代表選手を皆さん応援してくださいということで、はい、これからも引き続きよろしくお願いします。本当に素晴らしいチームでした今回は、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、本日は、岡島さんに来ていただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。インベスターズ TV 狛江サテライトスタジオよりお届けいたしました。また再来週もご覧になってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。